シアルブラザーズ。うん、サタンの部屋。ようかな会はゴーデズアイクもやってくって噂で。さあというわけで今回はゴーデズアイクもやっていきたいと思うぜ。はい、ということで、まあカカゴセで結構難かったから今回どうなのか。透過パネル。あ、なんかちょっとめんどくさいギミックやってきたが、で剣パネル。はい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 、わかった。要するに透過パネル踏んで透過させて、あの剣パネル踏みまくって反射員倒せということね、敵を倒してということね。で、まあ、今回いつも連れてくる工場枠にマルス。はい、この子ロボットキラー L あるから反射員ちょうど刺さるな。まあ、あと防御面も非常に優秀で、今回マナでしょ、絶対マナ最適でしょ。まあ、ちゃんと適正さらにもらったな。いや、やばいと思う。殴りと、その、SS も大号令と遅延持ってるから、まあ、大暴れでしょうな。友情はどうなんだろう。で、ゲージ飛ばし役に、ユージを連れてきた。いたとりね。ユージを連れてきた。では、やっていきますか。まず、マルス。縦勘で、透過にしてまず、パネル踏みまくって、右側に潜り込む。うん、いいよ、うん。おお、はい、ちょっと、まあまあ、でも、あれは、こうなるわな。敵の下にすぐパネルあったから。うぃ、超レーザーストップ、友情、ケイ。これ、どうしようかな。横でも全然いいんだけど、縦で行ってみるか。うん。おお、全然一発で入ってるが、まあ、結構思ったよりも硬い。あ、友情入ってる。おい、これマナやべえんじゃねえか、やっぱり、本当に。で、これで上がって左に入れば倒せる。おお、おお、いいぞ。いや、これそうなるよな。あんな感じになるよな。入れ歯するよな。はい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 。まあ、おそらく相互蘇生の、あれにはまっていくと。で、剣パネル踏まないと倒せない。いや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 、まあ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 、いい、オッケー。まあ最初こんな感じで敵と打ってハマり狙ってもいいな。あれ、蘇生した、蘇生のあった、今これない。え、だったらだいぶ楽じゃねえか。だって友情もだいぶ入ってたよな。そんなに入ってる。あー、でも、はい、入ってんな、入ってんな。これを繰り返していけばもう、倒せていけると思うが。あ、だから、真ん中の数字が、まあ、即死だから、それまでにやってね、ということか。で、これ直で、これぐらいなら削り切れるんじゃねえか。マナ強っ。あー、ちょっとダメージでけえな。ちょっと、あー、これかさむとちょっと危ねえわ。まあなんだかんだ暴れとけばいけるって感じ。これいけるかな。上がちょっとわからんが、まあ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 まだやばいでしょ普通に。これはうっすらいけば倒せるな。いや、これマナやばいんじゃねえか。これマナ艦隊がいいかもな。まだ始まったばっかりだけど、そのスピードもやっぱり優秀だわ。オッケーオッケーオッケー。いいよ。今のところ順調。はい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 。片方出てて片方透過。うわー、これ。あー、でもなんかうまく作ってんな、これ。剣パネルと透過パネル。なんか一回上行って帰ってきて片方倒してまた片方倒すみたいな。だからマナのスピードすごくいいぞ。ダッシュ M、 おド M だからマナ。まず勝ち倒すか。これでハマっていこう。待って、ゴーやばい。だからまあぐるっと回っていっぱい剣踏んでハマろうかなと思ったの今な。うん、嘘嘘。このクエストこういうのあるな、たくさん。
お？はまれるやん、これすぐに剣踏んで。いや、踏んでないんかい！踏んでないんかい！そうか、反射員とボスの間にもはまれる。うわー、でもなんかいろいろ手がありすぎて迷うな。おー、まあ、友情入ってる。全然気にならんぞ、これ。てか、気候封じ、得るか。殴り結構入ってたけども、まあ、それでも友情は多分マナがもう全持ってってるな。やばいでしょ。これマナ艦隊相当やべえんじゃねえか。まあ、一応ちょっと殴りだけ、なんかまあ適当に言っていいと思うけど、殴り見とこう。見るだけど、ちょっとごめん。剣1個しか踏んでねえわ。で、これで友情拾ってこんな感じで入っていくんでしょ。これマナ強すぎんか。普通にもうはまらなくていいやん、全然これ。え、なんかピヨピヨ、ん、失神、あれつい、え、あれ、あ、見てよか。ややこしい。あ、な、な、なんなんこれ、何よマジ。マルスのメテオか。ややこしいマジ。あーもう、あーもう普通に地味殴りで友情拾えばよかったか。オッケーオッケーオッケー。じゃあ次のマナもハマってみようか。敵小底力 M もあるし、左目でいけるもんな。いや、だったらでもこれマナ艦隊結構やばいぞ。オッケーよ。あ、電線切りか。だったらマナ艦隊で行くときは、エチガイ、ここでエチガイ活躍する。で、紋章で対策とか、しなきゃいけねえ感じはあるな。オッケー。結構体力も減ってるし、そういう部分でちょっと危ねえかもしれんな。まあその場合はマルスの防御力活躍してもらおう。まあ、マナもバリアもあるし、ユージも超レタスとあるからな。はいはいはい、ボス前にありがちな、このなんかいっぱい蘇生のタイプのやつね。真ん中1の数字がおそらく蘇生だから、そいつらを優先して倒していきたい。だからここでは上へ一旦行って、降りていけば倒せるんじゃねえかな。うん、うん、いいよいいよ。うん、お、たまたまそのたまたまぶつけて倒しなさーい。よ、あー、で1体蘇生。いいよ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 。でこれで残った1を優先して倒していけば難なく突破できるでしょう。あ、ちょっと強い。あー、そうだよな。あー、あー、普通に1ばっかり残したわ。まあ、でも全然大丈夫でしょう。これはここゆったり行けばいいでしょう。この後この SS が控えてんだもんな、みんなの。まあ、マルスはちょっとあれかもしれんけど。でも今んところカカゴセテクよりも難しくなく、カカゴセテクよりも優しく、コルロよりも難しいっていう感じかな。まあマナやばいし、この後も壊してるんであれば、まあようわからんけどな。うわ、で、そうそう、で、ボス H 弱点あるんかな。今回有事適正で SS ぶっ飛ばせるじゃねえか。で、カカゴセテクの時にボス H 弱点なしでワンパン対策っていうクソつまらんことやってきたから、ここどうなんか。ないぞ、ない。あー、でもわからんわからん。上のクロスドクロで弱点が股間にプリって出てくるかもしれん。あー、まあ防御ダウンかもしれんけどな。まあちょっと見ていこうか。で、ハマリーテンダがちょっと場所が悪い。やがいど、でもちょっと、なんか、生かせねえ感じであるが。いや、でもまあ、この、やっぱり、アイクモの股間にめがけて打って、股間ルートで行くか。これで。上、左上はまろ。おじょげー、いいよいいよいいよ。で、わー、そうか、次、透過が解ける。これ、ワンチャン踏んでないとかない？これ。この、上踏まずにいけるとかない？これ。あー、ちょっと、まあ、それは踏むか。お、でも、おい、ユージがずらしたことによって、4ピンのマナが、はまりにいける。さあ、これではまって、どうなるか。
防具だ。まあでもここちょっと剣4つとかだから結局弱点でもそんな飛ばせなかったろうな。まあこれしかねえか。まあボス1ワンパンしてほしくねえんだろうな。まあここもハマったらちょっと飛ぶと思うけども、まあ弱点効果アップだし。あー外した。まあまあ全然大幅ゲージ飛ばしはできんのか。で横のあの敵はただハマり役か本当に。ハマりづれえから横で降りていってボスとあの敵にはめるか。であの敵の攻撃も即死と一緒だからボスとおそらく普通にね即死だと思うけども。はいはいはい。ああそうそう、で友情も地味に入っていく。でも結構しっかりやんねえと。おこれ、え、これ入れる入れる。あ、ユージいいんじゃねえか。クリティカルいいぞ。結構ちゃんとハマらねえ とあの体力危なかったかもしれんな。ちょっと SS 使おうか。結構なんか残る感じしてきたな。これでもう遅延やってこのゾンビ雑魚倒しやすくしとこうぜ。行ってこーい。おい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 、ちょっとちょっとおい、もう残ったやつら全員当たってねえじゃねえか。どうやって回避したのあいつら。逆にこれ歌う方が良かった。なんか調子こいた。まあボス遅延できただけでもいいか。普通にあれ火力源でも使えるからもったいなかったな。まあ、とりあえずこれでぐるっと回って倒しゃいいか。減らそう減らそう。みんな蘇生するやんこれ。いや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 、ちょっとほんとこれ、ああもう調子こいた本当に。意味わからんわ。もうみんな勢ぞろいやん。頼むわ。うん、おおいい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 。あ、でそう、ここも弱点がなさそう。あ、待って、これ弱点でも弱点効果アップだもんな。さすがにそろそろボスで来てもいいでしょうこれ。それ意地悪だよな。それもうほんと飛ばさせねえ対策だよな。おー来た来た。え、でそうか、で撃つって考えた場合、ここで撃った場合、おいけるんか。横勘で綺麗にあの雑魚回避してちょっと撃ってみるか。ということでこのボス2で弱点が出てきたから、虎杖の SS を撃ってぶちかまそうとしている。でここでまあ飛ばして、終わってしまった場合はまたラスゲまでの立ち回りをちゃんとこの後乗っけるからというところで、撃っていこうとしている。ちょっと火種もね、余裕かますと危ないから、まあ、こういう風に回避していこう。上踏めねえが、危ねえ危ねえ、これなんか上の雑魚に当たりそう。これ左から行ってゆっくり降りていけば上の剣パネル以外全部踏んでボスぶん殴れそう。え、これもしかしてここで終わるかもしれんけど撃つわ。おし、どうなんこれ、どうなっている。ああ、あれ嘘、だったら紋章あったらいけるなこれ。結構余裕で、いやこれこれやった方がいいかも。なんかちょっと最後結構また鬱陶しい敵いっぱいいるなこれ。よし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 、だったらあそこで有事でちょっとワンパンするの手かもしれんな。ボスにワンパン周回いいかもしれん。でここでこいつら倒して
行こう。まあ、マルスちょっとあんまり出番なかったな。あれこんな遅かったっけこいつ。おしで残りを削っていく。あーでもちょっとこれ体力きついのとちょっとめんどくさいなこのクエスト。うん、かかこせていくほどではない感じましたが、まあでもあそこももうあの激励アルファでめちゃくちゃ簡単になったけど、まあ、初回で比べるとちょっとこっちめんどくさい感じはあったかな。うん、まあ、過去コセデクは結構負ける可能性があったから、まあ、でもこっちもまあ体力面できつい時もあったかもしれんけども、まあ、マナがちょっと強すぎることによってね、あとユージのこの SS 良かったわ。とりあえずちょっともう一回行ってみるわ、ワンパンするために。だからここでマナの SS 打つのはかなりいいかもな。そのもう安定して、こいつらを倒しておいて、あーこれ正解でしょ、これ正解の動きだったわ。いい感じに敵倒した。それでちょっとその調子こくと火だめがね結構痛いから、それを遅延で防ぐことができると。であとはもう余裕かましつつ、あのゾンビを倒して、あとはユージの調整に入ると。オッケー。で横でもいけるん、左に一回行ってっていうのもいけるんかな。とりあえずあちょっとまあさっきと同じように行こうか。一回下降りてパネル踏んでユージを上にずらして行くか。まあ、ダッシュ M あるから届くでしょう。おーおーで上も踏んだ、上も踏んでる。あれちょっと待って、これ完璧じゃない、さっきよりも踏めるぞ。おいずらすなよ、さっきよりも踏めるぞこれ。すごい。パネル2個どうなん。ああいやいやいや、行く、このパワー、あ行くちょっと待って、そうかそういう場合もあるんか、パネル2個踏めん場合もあるんか。あぶね、あでも行ったな。あこれがいいかも。だからここでワンパンできなくても次のステージが、まあ、結構減った状態でいけるんならかなりいいんじゃねえかな。はい、マナとユージ強えな。今度やるときは、マナ4か、マナ3にユージ1体連れてワンパン、周回、ボスにワンパン周回っていうのをやっていきたいと思う。はい、という感じでした。ぜひ皆さんのおすすめキャラいたら教えてください。あばよっ！